はい、シューチャンネルのシューです。今日ご紹介するのは芽キャベツになります。結構最近は、家庭菜園でも作られる方がね多くなってきて馴染みが、出てきてる野菜かと思います。はい、正直うちではですねあんまり料理のバリエーションがなくて、シチューに入れたり、鶏肉、かしわと一緒にね、炒め煮にしてあげたりぐらいしか、調理方法を知らないので、どちらかというとですね作った分2割ぐらい消費して、あとはね近所に配るような、ものになってます。ただですねちょっと見た目が特殊なんで、菜園のねオブジェにいいかなという感覚でうちの畑では菜園では植えてます。で、まあ大体ね70センチか80センチぐらい高さが出ますね。で、ここのね茎の部分に、どんどんピンポン玉大のね、小さな実がだいたいうちで60から70ぐらいかな、一株から、取れる感じです。はい、で随時ね下葉を変えていくんで形も独特で、こういう形のね、茎状のものに上に葉っぱがつながるようなね、そういう見た目に最終的にはなります。はい、でお値段はね一株ねだいたい苗で60円ぐらいかな、うちの地域だと非常に安いんでね、ちょっと変わった野菜を育てたい方なんかにはおすすめです。それでね、栽培のポイントっていうのかな、だいたいうちの地域じゃ10月の初旬今時期ぐらいまでにね植えないと後々も楽しめない野菜にはなるんですけど、最初の植え付けから1ヶ月虫にさえ食べられなければ、あとはね追肥と土寄せをきちんとしてあげたら比較的管理が楽な野菜かと思います。ですから自分のところではね、ネギノビルを巻いて虫除けしてますけど、確実に防ぎたい方はね、不織布の方をね上にかぶせるとか、キャップの方とか売ってますでしょね、ああいうものをかぶせるとかで対策取ればいいかなと思います。で、最近はね紫色のね実が取れる品種なんかも出回ってきて、やっとねバリエーションが増えてきたかなって思います。で、一般的にうちの地域で見られるのは種で売ってあるファミリーセブンっていうね、そちらの、品種なんかがよく出回ってるんですけど、また馴染みが出ればね、いろいろなバリエーションで、主導会社っていうのかな、種屋さんかな、ああいうのも出してくれるとは思うので、今後ねバリエーションが広がっていく野菜じゃないだろうかと思います。で、とりあえず見た目がね面白いんでね、育ててみる価値ありかな。あと意外と露地栽培じゃなくても、プランターなんかでもそこそこいけるんで、スペースがない方ねベランダ家庭菜園なんかにも、結構向いてる野菜かと思います。で、収穫がねだいたい10月に植えて12月前11月半ばぐらいからね、ちょこちょこ取れ出して、冬のね、野菜の少ない時期にね、収穫できるんで、そういう部分の楽しみも、あるかなと。で、だいたい3ヶ月ぐらいは収穫続くのでね、そういう点でもおすすめな野菜です。はい、じゃあ今からこれをねちょっと植え込んでいきますんで、お暇な方ね、お付き合いください。ちなみにですねこの芽キャベツと、よく青汁で有名なケールかな、そちらの方を掛け合わせたプチベールっていう品種もね、最近は苗で売ってたりするので、非結球性っていって、葉っぱをね食べる、種類になるんですけど、興味のある方はちょっと探してみてください。はい、
はい、植え付け完了になります。ちょっとね伸びるマルチ、またしてますけど、まあ、こんな感じですね。で前回ねある程度葉っぱが食べられて、どうしようかなと思ってた株もまだ生きてるんでね、抜かずにそのままにしてます。あとちょっとね伸びるマルチがね、効果がなくなってくるとやっぱりこうやって葉が若干ね食べられてきてるので、伸びるマルチはね、切らさないように、ちょっと続けていった方がやっぱいいですね。でこうやってみるとね今伸びる追加したんですけど、こういうね一番厄介なこのバッタね、こいつとかがねやっぱ食べちゃいますからね葉っぱをね、めんどくさいです。あとこのねカメムシかなこれは、もうつきやすいんでね、まあ見つけたら捕殺するような形がいいでしょうね。だってね目立たないんですよね、こうやっておんぶバッタって私たち言ってましたけど、こいつはねあの伸びるマルチも、気にせずね葉っぱについてたりするんでちょっと厄介です最近ね、どうしようかなって思ってますけど、まあでも葉っぱの勢いに比べて、ぼちぼちね、なんて言うんでしょうかね成長はしっかりしてきてるので、まあ虫の食害にも負けずにね成長はしてくれると思います。あとはですねあの先日植えたネギの方ももうね、袋栽培でこのように立ってますしね、今のところ順調じゃないでしょうか。はい、あとね、一株ちょっと余ったんで、別のね畝の方にもね、こうやって、また植えてます。まあ畝が違えば成長速度とかもね若干変わってきますんで、片方の畝がダメでもこっちの畝が順調に育てばですね成長記録の方もつけていけると思いますんで、ぼちぼちですね、今後は芽キャベツの、処理っていうのかな下葉かきとか、そういうね作業の状況なんかもお伝えできればと思います。非常に簡単なので植え付けもね一株で 1,2 分で終わりますから、興味のある方ぜひ、芽キャベツチャレンジしてみてください。以上しゅうチャンネルからでした。どうもどうもどうも。